はい、こんにちは、116インズです。今回は球界にとっても非常に残念な話をしていこうかなと思います。今日のマーリンズ戦でブレイブスの外野手ロナルド・アクーニャ・ジュニアが守備中に膝を痛めてしまい、最終的には自力で退くことができずカートで運ばれるという出来事がありました。アクーニャはジャズ・チゾムが放ったフェンスギアのフライをキャッチしようとジャンプ、フライに対して少しタイミングが合わなかったのか、着地をした際に右膝に一気に全体重の負荷がかかるような形となってしまい、その場でうずくまり動けなくなってしまいました。ファーストのフリーマンらチームメイトが駆け寄り、すぐさまトレーナーに痛めたのが膝であることを示していて、またアクーニャ自身自分の体に何が起きているのか一番理解していたと思いますが、彼の反応からして、まあ、うずくまっている間とカートで運ばれている間ずっとアクーニャは涙を流していたんですけれども、これらから状態は思わしくないことが予想されましたが、検査の結果右膝前十字靭帯断裂と判明し、アクーニャは今季残りシーズンを全休することがチームから正式に発表されました。今後断裂を修復するための手術を受けるとのことです。アクーニャは現地時間13日のオールスターにファン投票で選出されていて、それも NL で一番投票数を集める程度には今季も素晴らしい活躍をここまで見せていまして、このままいけば MVP 候補にも名前が上がりそうでしたし、個人的にも AL のオールスターピッチャーとの対戦とても楽しみにしていたんですけれども、まさかオールスターを目前にしてこんなことが起きてしまうとは本当に残念でなりません。また前十字靭帯断裂という重い怪我、アクーニャに限らずどんな野球選手であってもこのような怪我を負ってほしくはないとは願っているんですけれども、よりにもよって球界を背負って立つアクーニャがこのような悲劇に見舞われてしまった点、もう言葉が見つかりません。ロナルド・アクーニャ・ジュニアという選手、今更説明も不要だとは思いますが、現在23歳にして MLB のスターと言ってもいい外野手でしょう。2018年20歳でデビューしてからブレイブス打線を牽引する活躍をずっと見せてきまして、2019年はホームラン41本、短縮シーズンの昨年は OPS9 割8分7厘、打撃成績に関しては文句のつけようがない、そんな選手ですよね。今季のアクーニャも打線の中で他の選手たちが割と苦しんでいる中でも相変わらずの安定感で82試合でホームラン24本、 OPS9 割9分は MLB4 位という成績。大谷選手やゲレーロジュニア、タティスジュニアと比較して今季ホームランが少し少なめ、まあ、それでも24本なので本当は決して少ないとは言えないんですが、こういったところも影響してか彼らよりかは注目度がわずかに下がっている印象もありましたが、普通に考えてこれだけの成績を並べていますので、シーズン走り抜けたら先ほども言いましたが MVP 候補に名前が挙がっていたはずでしょうし、それこそタティスジュニアとどちらが MVP にふさわしいかという議論もきっと起こっていたことでしょう。フルシーズンプレーできていれば2019年のホームラン41本というキャリアハイをもしかしたら塗り替えることができていたかもしれませんし、 OPS の面でも昨年を上回る成績に残せたかもしれませんが、こういった話が今回の大怪我で全てたらればとなってしまったのが本当に悔やまれます。というか今季アクーニャのプレーを見ることができないというどうしようもない現実に個人的にもとてもショックを受けています。そしてアクーニャの今回の怪我について、今季どころか来季以降にも影響を及ぼす可能性についても指摘されています。 ESPN のジェフ・パッサン記者は今回のアクーニャの怪我について、復帰まで9ヶ月から10ヶ月程度要するのではないかと予想していまして、この場合7月から9ヶ月10ヶ月ですと来年の4月5月に復帰という話になってきますので、来季の開幕にも間に合わない可能性が高いでしょう。また膝という運動能力に直結する箇所の大怪我ですから、アクーニャが今までのような運動能力を取り戻すことができるかどうかという点もまた注意しなければいけないでしょう。マリナーズファンとしては選手の膝の大怪我で思い起こされるのがカイル・ルイスでして、彼は2016年にドラフト1巡目指名を受けた直後にマイナーの試合でホームでのクロスプレーで同じように膝の前十字靭帯を断裂する大怪我を負ったことがありましたが、復帰後も膝の問題に悩まされたり、まあ、今年も半月板損傷で離脱しているということもあるんですけれども、膝の問題にも復帰後も悩まされていた時期も結構長かったですし、また怪我する前の運動能力に完全に戻ることはとうとうできませんでした。アクーニャほどのチームの中心選手で、また怪我をした場所が場所なだけにブレイブスも慎重にアクーニャのリハビリ、復帰までのプランを立てていくでしょうが、アクーニャが問題なくこの怪我を乗り越えてくれることを心の底から祈ってはいますが、彼のこれからのキャリアに影響を及ぼさないといいですけどね。ここに関しては本当に戻ってきてみないと分かりませんので、本当にどうなるか分からないというところが少々怖いところがありますね。
そして話を今年に戻しますが、アクーニャの離脱で今季のブレーブスがどのように立ち振る舞うべきかが変わる可能性があるのではないかと個人的には考えています。ブレーブスは現在44勝44敗で NL 東地区2位、首位のメッツとは4ゲーム差というポジションに現在つけています。ワイルドカードまでは7ゲーム差ありますので、プレーオフを目指すのであれば地区優勝を狙うのが最も現実的ですが、果たしてこの4ゲーム差をアクーニャなしで埋めることができるのか、これはかなり疑問が残るところです。先日も動画にてお話ししましたが、ブレーブスは打線の中軸であるマーセル・オズーナが先日 DV の容疑で逮捕されるということもありましたし、そこに加えて今回のアクーニャの大怪我、もはやトレードデッドラインの補強でどうにかできる範囲を超えてしまった感じもありますし、また仮にメッツとの差を埋めることができたとして、勝率5割ちょうどの野球をしている現在のブレーブスがプレーオフを勝ち抜けるのかという点においても、個人的にはちょっと難しいのではないかと感じてしまいます。それであればブレーブスは月末のトレードデッドラインで売り手に回るのもありなんじゃないかと。ブレーブスはフレディ・フリーマン、チャーリー・モートン、クリス・マーティンなど契約が今季限りで、かつトレードバリューがある選手たちもいますし、アクーニャ抜きでは厳しいであろうプレーオフを目指すよりかは、彼らを売って見返りを得ておくのも決して悪い動きだとは個人的には思いません。フリーマンに関してはチームの顔という側面もあるので、こちらは契約延長に尽力するという判断はあってもいいでしょうが、少なくともモートン、スマイリー、マーティン、このあたりはコンテンダーに売りさばくという判断があってもいいんじゃないかなと思いますね。ブレーブスが本当に売り手に回るかどうかは月末が近づいてきて、チームがどのような戦いぶりを見せているかによっても変わってくるかもしれませんが、アクーニャの今回の怪我でブレーブスが売り手となる可能性はかなり高くなったんじゃないかなと私は感じています。それにしても今季のブレーブス、今回のアクーニャの怪我もそうですが、不運に見舞われすぎですよね。今週のオールスターも本当はコロラドではなくアトランタで開催される予定でしたが、ジョージア州の法律に MLB が反対する形で、ブレーブスが少なくともコントロールできない要因で開催地を変えられてしまいましたし、またその後も先発のマイク・ソロカがアキレス腱断裂の大怪我から春先にでも復帰するはずが、アキレス腱を再度断裂してしまって今季も絶望。昨年の打線を支えオフに4年契約で残留させたオズーナは先ほども触れましたが DV で逮捕。今の様子ですと今季出場できる可能性はほとんどなさそうですし、そしてチームの柱であるアクーニャも今季絶望。あまり適切な表現ではないかもしれませんが、呪われているのかと思いたくもなるようなここまでの2021シーズンとなってしまっています。本当に悪いことが続いているブレーブスですが、ただそれもずっとは続かないことでしょうから、まずは来年の春アクーニャが何の問題もなくグラウンドに戻ってこられることを願いましょう。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、メールビーに関する動画上げていきますので、興味のある方ぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。